仙台市のシルバーセンターと福祉プラザの改修工事の時期が重なり、その期間利用できる施設がなくなってしまうとして、障害者らで作る団体が市に対し、工事の時期を変更するよう求めました。要望書を提出したのは、宮城アピール大行動実行委員会のメンバーです。仙台市では、施設が老朽化しているとして、シルバーセンターを来年4月からおよそ2年間、福祉プラザを来年11月から2年間、それぞれ休館して改修工事に入ります。これに対し市民団体では、2つの施設は障害者や高齢者が使いやすいようにバリアフリーなどが進んでいて、同じ時期に休館してしまうと利用者が困るとして、改修工事の時期をずらすことを求めました。僕たち障害者にはすごい使いやすくて、バリアフリーもすごい整っていて、すごい困った状況が生じる。これに対し仙台市では、改修工事の時期は変更できないとした上で、代わりに市民センターなどを利用できるようにしたいと答えました。